あ、ブログ、ブログ、めっちゃみんなブログ、ブログって、ブログありがとうございます。見てくださいましたか、私の何でしたっけ、海に落ちる技あれ習得できたんですかね、私どう思いますか、うん、寒くなかった？寒かったです寒かったけど、なんかやっぱり夏まで待てなかったんですよね。そうなんですよ、お母さん心配してなかった？ちょっと心配してました、はい。でもお母さんが撮影してくださったしてくれたので、はい。あ、カトシのエピソード、カトシさんのエピソード、そうなんですよ、この間たまたま会ったんですよ、私はカトシさんに、加藤志保さんに会って、それでやっぱ会ったらもう愛を伝えるじゃないですか、もう、もうめっちゃ大好きです、トーク毎日見てますって、もういっぱい好き好き言ってたんですけど、そしたらあの海のあの自負を見てくださってたみたいで、なんか見たいよって言ってくださって、なんかあの一緒に今度一緒に海に飛び込む約束をしましたそうなんですよ、勇気を出して約束をしました。もうね、絶対楽しいですよね、加藤志保さんと海に飛び込んだらそうなんですよ、なんかでもやっぱりあの飛び込んでいい日にしようねって言ってました、なんかあのちゃんと寒くない日にね。そうなんですよね、加藤さん、加藤噛んじゃった、加藤志保さん天使でした、いつも天使ですけどね。いやーね、もう本当にトシちゃんもクレイジーって書いてある。いや、加藤翔さんは本当にいつでもどこでも最高です。日向坂さんのあの4期生ちゃんには会えてないですね、会いたいですね